せいぜい抗ってみせろ。痛くしてほしいのか。まだ私には罰が足り、風穴を開けてやろう。初詣の邪魔をするな。叩き潰せ。青き空に散りゆけ。サンダルフォン、貴様の目論みは完全についえた。ガブリエル、背の傷の治癒。どうも。ひとまず形は復元したけどね。このサンダル野郎、てめえ相応の覚悟はできてんだよな。ああ、もちろんだ。自分でも不思議だよ、なぜここまで暴虐を振るったのか。研究所に軟禁されて育ち、檻に封印されている間に魂が淀み切ってしまったんだ。本当に惨めな男だ俺は。役に立たぬ捨て駒という宿命に最悪の手段で抗おうとするなんて。どうしたんだ、ルリア。あの、四大天使さん、サンダルフォンさん。王の少女。役に立たないとか、そう、ちょっぴりわかります。サンダルフォンさんはずっと、ムシケルさんの役に立ちたかった。でも、星の研究者さんのせいで、そういうのが踏みにじられたというか、簡単には許せないですけど、もしかしたらサンダルフォンさんも星の民の犠牲者なのかもしれません。そっか、ルリアはあいつの記憶を見たのね。犠牲者？奇妙な考え方をするんだな、貴様。だがどうする、このまま無罪放免とはいかねえだろう。そうね、最終的には天使長様の判断によるわ。分かっている。その時はいかなる処罰でも受けよう。最後に俺と握手してもらえないか。赤き竜と青の少女のために四大天使にも認められた君には最大限の敬意を表させてほしい。冷たいな。いいじゃないか。ほら。華奢な指だ。君自身に自覚はないだろうが、世界は君を中心として動いている。進化を加速する得意点として。話せてよかった。良い旅を。
あっけない、あっけなさすぎる。いかに力があろうとも、所詮は人間に過ぎない。その身であること自体が。貴様、ウリエル、追うぞ。間に合うか。クソ、間に合わせるしかねえ。愚かな真似を、この後に及んで何の意味がある。俺を必要としない空の世界など、むちゃくちゃになってしまえばいい。幼稚ね、あなたの思考にはヘドが出る。くっ、こんなの嘘ですよね。きっと助かりますよね。またいつもみたいに笑ってヌリアって呼んで、大変な目に遭っても大丈夫だよって安心させて。今度は私があなたを。オイラは信じねえぞ。お前が死んじまうなんてよ。一緒に星の島を目指すんだろ。お前の親父さんに会うんだろ。まだ全然旅の途中だぜ。お前がいないでどうすんだよ。お前らは絶対に。このメイドはかつてザンクティンゼルで起きた。いいぞ、再び大いなる方向が響き渡る。この冥道が封印を解き、あらゆる原初の聖召獣を世に放つのだ。よせ、力を発言してはならん。このままだとサンダルフォン同様、邪悪の聖召獣が空の世界を食い潰すわ。でもオイラたちは。ルリア、構うな。団長を救えるのなら、君たちはできることを精一杯やるんだ。語りな。派手にやっちまえ。原初獣だかなんだか知らねえが、俺たちがきっちり後始末してやる。ラッカーも頑張って。二人とも、何が起きてもみんなで解決しましょう。そういうこった。その通りね。後のことは私たちに任せなさい。